イラク屋の花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日は側頭筋と後筋のマッサージをご紹介します。顎関節症の方、食事中に口の中を噛んでしまうとか、喉が疲れる、エラが張っているとか、顔で左右差がある、歪みがあるといった方、疲れ目や頭痛、偏頭痛がある、表情が硬い、乏しいといったお悩みのをお持ちの方におすすめのセルフマッサージになります。顔の中で一番負担がかかるのが咀嚼筋群と呼ばれる4つの筋肉ですね。側頭筋と後筋と外側翼突筋、内側翼突筋という4つの、筋肉になります。咀嚼筋、物を噛むときに働く、口を閉じたり動かしたり、顎を動かしたりするときに働いている筋肉ですね。本日は大きな側頭筋と後筋のマッサージにそれぞれなります。まずは後筋のマッサージですね。後筋は頬から下顎に向かってこのようについている筋肉になります。後筋が緊張するとエラが張ってきたり、頬骨が横に張り出したりすることがあります。偏頭痛の原因になることもあります。それでは後筋のマッサージになりますね。このように2本人差し指と中指を揃えて、この顎の両方のエラの部分に当てて、そして下から上に小さな円を描くように、このように回して押し揉むというか、こういう形でマッサージしてください。これを30秒ですね。気持ちいいぐらいの力で行ってください。で、特に張ってる方はゴリゴリした感じがあります。これをほぐすつもりで、気持ちよくマッサージをしてください。こういう形ですね。左右差がある方も左右同時に行ってください。はい、次は側頭筋のマッサージですね。側頭筋の緊張は日本人の頭痛の最大の原因とも言われます。頭痛持ちの方ほどこの側頭筋の左右のバランスが崩れています。頭痛や顎関節症、疲れ目といった症状がある方は忘れずに毎日毎食後30秒の側頭筋のマッサージを行ってください。頭痛がひどい方は本来はこめかみをマッサージしますけれども、少し若干上にをこのようにほぐすようにしてください。では始めますね。こめかみ部分をに人差し指と中指を揃えて、先ほどと同じように下から上に向かってこのように30秒間回し揉みます。これも気持ちがいいぐらいの強さで行ってください。リラックス効果もあるので、頭が疲れた時とか寝つけない時などに行うのもいいかと思います。はい、ご参考になりましたでしょうか。以上です。ありがとうございました。